水前寺のりは、九州の一部だけに自生する食用の炭水産、卵巣類。茶菓子食で、不定型。炭細胞の個体が寒天質の気質の中で軍隊を形成する。軍隊は成長すると、川底から離れて、水中を漂う。浅倉市天城地区の黄金川に生息する。熊本市の水前寺上州園の池で発見され、明治5年に、 オランダのスリンガーによって世界に紹介された。聖なるを意味する革命のセイクラムは、スリンガーがこの卵巣の生息環境の素晴らしさに、共嘆して命名したもの。法暦13年、遠藤光左衛門が、筑前の領地の川に生育しているもに気づき、川のりと名付け、この頃から食用とされるようになった。1781年から1789年頃には、 遠藤貴蔵絵門のが乾燥して板状にする加工法を開発した。完成5年に商品化され、弾力があり、珍味として喜ばれ、水前寺苔、琴吹泉苔、四金苔、川岳などの名前で、地方特産の珍味として、将軍家への献上品とされていた。現在も、比較的高級な日本料理の材料として使用される。養殖が試みられているが、 その生育にはミネラルを含んだ、品栄養の綺麗な18から20度の水や緩やかな流速等の条件が複合的に絡み、ゴミやコノハ等が混入すると売り物にならないなど、人工養殖は至難の業と言われていたが、熊本の鹿島にて長年の研究の末、丹城慶次郎が人工養殖に成功。最近では、水色が強い水前寺のりの亜種が発生し、 携帯養殖の末、品種として安定させ、水玉以降、水質の悪化と水量の減少で、水前地のりはほぼ絶滅したと分析されている。復活させるには、保護区内に井戸を掘り、水量を確保する必要がある。伝統的な日本料理で使用される。板状に加工したものは水につけて戻し、細切りにして使う。基本的に、無味無臭で、彩りと歯ごたえを楽しむ。 用途は、刺身のつま、い口、和え物など。また近年では加工せずに、原型のままや生のものも商品化されている。水前地のりの細胞外マトリックスに含まれる、硫酸化多頭のサクランは、重量比で約6100倍もの水を吸収する性質を持ち、保湿力を高めた化粧水に応用されている、高分子化合物である。また、サクランが非、 イオンとの結合により減る化する性質を利用し、これを工場排水などに投入して、レアメタルを回収する研究が行われている。地球上で唯一の自生地である黄金川の水源は、合流する佐田川の伏流水であることが実験で示されており、佐田川に隣接する小石原川源流のダム、建設事業に、両河川を結ぶ際ダ田道水建設事業が、付帯されているため、 不栄養化したダム湖水で減水が汚染されるのではないかと危惧されている。なお小石原川ダム建設は2010年2月現在、鳩山幸男内閣の前原誠司、国土交通大臣が2009年度内に新たな段階には入らないとの方針を示した48ダム事業に含まれており、暫定的に凍結されている。黄金川の水前寺の利用職場黄金川の 水前寺のり、ありがとうございます。